ランナーここでスタート、ヒッティングはショート左、源田が回り込んで一塁です。ワンアウトランナーというグラシアル、右方向の当たりは強烈ですが、愛と回り込んでここは掴んでいました。スリーアウトです。来日初先発のエンス、ここはバットの先打たせました。琉球粘られましたが、中村晃最終的にはピッチャーゴロや高めのストレート振らせました。援護点をもらった直後、サードゴロ、今日はサード山田遥、正解にさばいてワンアウトです。さあバッテリーの選択はセンター方向、センター前進、前進して掴んでいます、鈴木翔平。なかなかないので、ヒッティングはサード強襲、山田遥サード踏んでセカンド、そして一塁、どうだどうだどうだ、トリプルプレー。このピンチ、山田遥の強襲、そしてエンスも吠えました。日曜日ライオンのファンから大きな拍手、ライオンズこの回ピンチをしのいでいます。